これいつもどう映していいか分かんない、ね、はい、これ虹色の贈り物という曲集を、子供のためにちょっと買ったんですけど、出番がなかったので、ちょっとずつ音取りしていきたいなと思います。春のうららさん作曲ひなたぼっこという曲を初見で音取りしてみたいと思います。あ、どんな曲なんだろう。左も飛んだよ。行こう。4分の2で弾いちゃった。まあいいか。のんびりとなるの早かったね、ちょっとね。素敵。いいですよね。本当に音が少なくても綺麗な曲は本当に綺麗。素晴らしいです。というわけで、ひなたぼっこでした。